待ちなさい。あんた今暇よね。ちょっと付き合いなさい。これやるわよね。そう、コンテストよ。安心なさい。あんたは突っ立ってればいいだけ。このコンテスト、男と女が一人ずつ必要なの。選択肢がないんだから仕方なくよ。勘違いするな。ここを見なさい。優勝商品、アキホがここのブランドに憧れている。そのブランド品がもらえるのよ。わかるわね。アキホのために私が応募して商品をかっさらうのよ。そのために協力をあんたに。はあ？アキホが応募？あんたこのコンテストのコンセプト分かってんの？結婚式よ。アキホがウェディングドレスを着るの？誰と？あんたに頼むに決まってるでしょうが。誰がそんなのさせるか。だから私が代わりに生贄になるってわけよ。 OK！ 私が応募すりゃいいだけの話、あんたはそれに付き合えばいいだけの話。言っとくけど、アキホには黙っておきなさいよ。いいわね？来たわね。しっかり表情作りなさいよ。当たり前でしょ。そこら辺で適当に撮影したもので入賞できるとでも？やるからには夫婦にしか見えないものを撮る。じゃなきゃ絶対に無理。結婚式場を抑え、ドレスも抑え、プロの写真家にも依頼した。アキホのためだもの。利用できるものは最大限に利用しなくちゃ。タイムリミットは3時間。その間に撮れるだけ撮るわよ。あんたね、優勝を狙うのなら幸せなカップルを演じなさいよ。腕組みくらい当然でしょうが。あと腰にも手を回しなさい。今日は許す。あんたもう少し背があった方が良かったわね。靴変えてきたら？ふん。ま、いいわ。無駄に時間をかける必要もない。私が段を降りる。目線こっちに向けなさいよ。そ、そのまま。よし、この調子でどんどん撮るわよ。アキホちゃん、お姉ちゃん、絶対絶対優勝するからね。で、さっきから言おうと思ってたんだけど、胸ばっか見てんじゃない。相手にはバレバレだってこと覚えておきな。本当に私でいいのかな。まさか推薦されちゃうなんて。ううん、やるからにはきちんとやらないと。台本も覚えられたし、あとはセリフ合わせとか。あれ、ノエルちゃんだ。どうしたんだろう。はい、もしもし、アキホです。え、ちょっと待って。それだと相手の役って代打？まだ決まってないだよね。あ、そっか、男の子がいないんだ。じゃあ女の子でもいいんじゃないかな。男子がクエストで不在で突然お願いすることになっちゃって、
でも先輩がいてくれてよかったです。え、違くて、変な意味じゃなくて、そうだ、まだ出番まで時間ありますから、セリフ合わせしませんか？台本に書かれているように、キスはしたふりです。ごめんなさい、もしかしたら失敗しちゃうかもしれないんですけど。そうですね、今は練習だから、本番できちんとできれば頑張ります。じゃあ先輩、ここのセリフをですね。はい、次のシーンはキスですね。私が目をつむるので、先輩、一歩前に来てもらってもいいですか？はい、そんな感じで行きますね。いたいた、もうどこ行ってたのよ。ずいぶん探してたんだから。はいはい、どうせあんたのことだからクエストにでも行ってたんでしょ。じゃ、夏美ちゃんを待たせたお詫びとして、ちょっとだけ協力してくれない？え、そりゃ勝手に待ってたんだけど。いいじゃん、取材に協力してよ。もう酸いも甘いも知り尽くした仲じゃない。自分で何言ってるのかわからなくなってきたわ。いいから来てよ。うわー、話には聞いていたけど、すっごく綺麗なところね。あれ、言ってなかったっけ？今回は結婚式場の取材なのよ。ちょうど結婚式のシーズンでしょ？学園の女子の間でも話題になってんのよ。というか、毎年誰かドレス着てるじゃない？いろんな理由で。クエストでも何でもいいけど、次は誰が着れるのかって盛り上がってんのよね。だから届かじゃなくて、学園を盛り上げるために特集組むのよ。事前に取材許可は取ってあるし大丈夫って。あれ、あそこにいる人、雑誌の取材班よね。ほら、腕章もついてる。でも何か揉めてる？うん、あそこ一番いいスポットなのよね。写真先に撮らせてもらえないか聞いてくるわ。ちょっと待ってて。ちょっとそこ、写真撮らせてもらえません？え？え？なんでそういう話に？無理無理、無理です！ちょっと転校生、助けて、どうしよう。ちょっと待って、そんなに閉めるの？きつい、きつい。コルセットもだけど、これでとか盛り上げ失敗だわ。学園だって宣伝になるからって許可しちゃうしさ。ま、これもネタになるといえばなるから、転んでもただでは起きないわよ。あんたもさっさと着替えるのよ。そういう話だったでしょ。そうよ、式場のキャンペーンの取材。もう全然話聞いてないじゃない。いいから早く着替えてきて、みんな待ってるんだから。あ、来た来た。へえ、意外と似合ってるじゃん。あのさ、後で写真撮らせてね。当たり前でしょ、私の取材だってちゃんとやるわよ。何のために来たと思ってんのよ。にしても結構注文が多いわね。そう、一人で撮ってたの。ここに立って振り向きながらどうなーって。んで、あとはあんたの分とツーショットね。ほら行って、あんたがポーズ撮って、私が写真を撮るの。いいわ、いいわよ、その表情。
ちょっとすまし顔で。あ、すみません、そっちの指示に従います。ジャーナリストの魂が騒いじゃったわ。おとなしく、おとなしく。え、もう終わり？私の時はあんなに時間かかったのに。あ、ツーショット了解。どうすればいいのかしら。こうして腕組んで。え、組むの？いや、だって分かったわよ。こうなったら毒を食らわば皿までだわ。転校生、ラブラブよ、ラブラブ。本当に結婚するつもりで移るからね。そしたら早く取って。なんか緊張するから。行くわよ転校生。ピース。これは困ったね。究極の選択よ。どっちを選べばいいのか。お、転校生、いいところへ来たよ。あなた、いつもタイミングバッチリね。さすがね。正直に答えてくれる？もしあなたが作ってもらうなら、大きな桃まんじゅうと大きな肉まん、どっちがいい？大きさは、高さはこれくらいで、幅はこれくらいだな。ふふふ、驚くのも仕方がないね。何しろ私もこの大きさは初よ。でも挑戦してこそ究極の料理人になれるでしょ。急に思い立ったわけじゃないよ。ほら、カレンダーを見て。もうすぐ6月。6月といえば梅雨じゃないよ。間違ってはいないけど、そうじゃないね。ジューンブライド。6月に結婚すると幸せになれるっていうあれ、料理部でもその話になったの。もう大盛り上がりね。で、せっかくだからちなんだものを作ろうってことになって、ウェディングケーキを作ることになったのよ。けど私は考えたのよ。ケーキはケーキだけれど、普通のケーキを作っていいのかとね。だって究極を目指してるのよ。それなのにスポンジケーキに生クリームでいいと思うか。もちろん普通のケーキだって極めたものは絶対に美味しいよ。でも私が得意なものでケーキを作る方がずっと挑戦になるはず。さすが転校生、分かってくれてるね。それでさっきの質問に戻るのよ。桃まんじゅうか肉まんか、小籠包も考えたけど、あれは出来たてが一番なんだよ。だから泣く泣く諦めたわけ。私も辛い決断だった。さあ転校生、選んでちょうだい。桃まんじゅう、肉まん、どっち？え、そうよ、ウェディングケーキにするなら。転校生来たね。待ってたよ。この間は手伝ってくれてありがとう。とっても助かった。おかげでシャオレン特製のウェディングケーキが出来上がったよ。ほら見るよろし。あなたが選んでくれた桃まんじゅうだけど、大きいのを作る方法は諦めたの。あの後調べたら、黒カンブッシュっていうケーキがあるらしくてね。なんでもシュークリームを積み重ねたやつだということよ。それを知った時、少年さんピピンとひらめいちゃったね。黒カンブッシュならぬ、モモマンタワー。転校生、食べてみて。少年会心のウェディングケーキだよ。